こんにちは、アルブル木工教室の辻です。私どもの木工教室は、DIY から本格家具作りまで、まあ、いろんなものが作れるというような形で展開しているんですけれども、過去にも、まあ、いろんな、こういった作品ですね、瀬戸さんの作品が、完成してます。で、私どもの教室にですね、エクスナレッジの、建築知識という、月刊誌に、猫のための本気の DIY とリフォームという形で、企画協力ということでお話がありまして、まあ、その協力ということで、その作り方の工程もしくはそのアイディアということで一応、まあ、ご協力させていただきました。で、まあ、紙面だけでなかなか伝わりづらいこともあると思うので、まあ、動画でその一例を、紹介していこうかと思います。僕らの方から提案させてもらった、ものがこの、網網爪研ぎハンモックスツールというもので、これも、全てですね、100円ショップセリアの材料で作ってます。僕らその家具でよくやるのが、よくその北欧とかにも見られるこのペーパーコードスツールですね。こういう形で、ペーパーコード、紙の紐を編んで作るスツールみたいなものをよく、まあ、作られる会員様もいらっしゃいます。編み方っていうのを、まあ、学んでいただきながら、その猫ちゃんの爪研ぎみたいな風に、活かせたらなということで、実際ですね、僕らの教室で飼っているルドルフという猫もですね、その僕の編んだ、ペーパーコードの、椅子が大好きでですね、そこで寝たりもしくは、そこで爪を研いだり、して愛用しているということで、提案させてもらいました。あとは、まあ、このハンモックなんですけれども、これも、まあ、セリアで買った布を代用してます。で、まあ、この辺の、解説というのは、まあ、その裁縫とかの世界になってくるのでちょっと、まあ、省略してますが、まあ、このペーパーコードの編み方ということで、ちょっと今日は紹介させていただければと思います。はい、ではですね、これがセリアで買ってきた材料になります。ですね、このクラフトラックという、棚を組み立てる用のものですね。ここら辺長さは任意です。白鳥もできるようなものになりますので、まあ、すごい使い勝手のいいものですね。これがまあ全部それぞれ100円という形になってます。はい、で、まあ、拡張するためには、まあ、T 型とかいろいろあるんですけれども、今回はまあシンプルに L 型でいこうと思います。それでは実際に組んでいきます。まずこういう形でですね、スポット入ってくれます。で、こちらも入れて、で長い方を入れて、この字型をまず作りましょう。こちらに入れて、こちらに差し込んで、段ボールってすごい、まあ、丈夫ですので、こうするとフレームが出来上がる。これがクラフトラックの原理ですね。で、ここにまた丸棒が刺せるようになっていて、足がつくというような形になってます。じゃあこれに対して、今度ペーパーコードを巻いていきましょう。はい、それではですね、一応紙面の方では100均の、紙紐というのを使ってやってます。セリアにある、紙紐っていうのはちょっと、幅が狭いです。すごい細いものですね。なので巻いていこうとするとその巻く回数がとても多くなってしまいます。で、まあ、値段その100円ショップにこだわらなければ、市販に売られているこういうペーパーコード、まあ、もしくはイグサでもいいんですけれども、まあ、ペーパーコードが一番巻きやすいかなと思います。で、今回は巻き方の説明ということですので、ちょっとこう小さめの枠を作って、このペーパーコードで巻いていこうと思います。一気に巻こうとするとすごい、手繰り寄せるのがすごい、大変な作業になります。なのである程度のところで切って、で、切ったところで途中でつないでやるというふうにしてやったらいいと思います。全部の糸を手繰り寄せるのが大変なので、こういうふうにある程度まとめておくといいと思います。これ自体をこういうふうに回していったらいいと。はい、じゃあこの巻き方をちょっと説明しようと思います。こういう棒みたいなものにこういうふうにくるくる巻いて、それ自体を回していってもいいんですけれども、まあ、道具がなければ手でもできますね。人差し指と中指の間に挟んで、こういうふうに8の字型にかけていきます。はい、でこういうふうにロール状にしたら、最後ここをくびれをですね、ギュッと結んで、でこの始めの巻き始めはそのままにしておいて、ギュッと結んだらこれをちょっときつめに縛ってやります。はい、でそうするとこれが引き出した時に
少しずつ出てきてくれます。こういう形で、巻いておくと、やりやすいかなと思います。ではですね、これが、下がまあ足の下だと思ってください。こっちが天板側ですね。これをまずこう立てて、この裏側で見えないように止めてください。で、上側に出してあげます。じゃあこれでこういう形で止まりました。ではここから1周、2周、3周してやります。3周して、今度は下のこちら側にグイーンと伸びてきてください。で、同じように今度は下から上に出てきます。下から上に出てきたら同じく3周ですね。1周、3周で、ここまで来ました。そしたら 1,2,3,1,2,3、3つできたら今度は向こう側にまっすぐ伸ばしてやります。はい。で、そのまま下を通ってきて向こう側にまたまっすぐ伸ばしてやります。今度はまた同じようにこういう形で、同じですね、下から 1,2,3、 はい、3周したら下にぐーっと回ってきて、はい、で今度はこっちも、3周してやります。で、3周巻けたら今度は向こう側にぐるんと2回通してあげます。はい、この繰り返しですね。でですね、こういうふうにだんだん、幅が狭まってくると、このペーパーコードがなかなかこの中を通りづらくなってきます。そういう時にはもう一回ほどいてしまっても構いません。まあ、切って後ろ側で結ぶという方法もあります。こういう大きな洗濯バサミでですね、こう止めておいて、で一回切ってしまう、で後ろで結ぶ方法もあります。で、この作業をしていると結構猫がじゃれ合ってきますね。ではですね、最後の方に来るとこういうふうに数に帳尻が合わなくなってきます。で、まあ、それでも全然問題ないんですけれども、まあ、もしこの割り振りをきれいにしたいという方がいらっしゃったら、こういうふうにちょっとグッグッと少しずつ詰めてですね、マイナスドライバーとか道具を使っても構いません。で、最後こういう形で帳尻が合うようにしてもらえればいいかと思います。はい、ではですね、こういうふうに最後まで来ました。最後の一巻きを通したら、今度はこの横側ですね、短手の方に下から回してあげます。はい、で、あとはこれをジグザグに塗っていくんですけれども、上を通る、下を通る、3個目は上を通る、4個目は下を通る、こういう形でジグザグに結んでいってやります。この時もテンションをしっかりかけるのを忘れないようにしてください。今度は、下を、また通っていくんですけれども、下も全部編み込もうとするとなかなか大変だと思います。まあ、人によってはこっちもきれいにしたいという方もいるかもしれませんが、適当なところで一つだけ下を通してやれば大丈夫です。下がだらんと伸びてしまうので押さえを効かせてやると、そんな形のイメージですね。はい、そしたらまた元の位置に戻ってきました。で、こういうふうに紐がだんだんほどけてきたら、もしであればマスキングテープみたいなもので巻いておいてあげましょう。はい、では同じように上下上下、今はこれ物がすごい小さいんですごい楽ですけれども、まあ物が大きいとなかなか大変な作業ですね。できるだけテンションをかけながら通してやる。はい、そしたらまたひっくり返してここ通してあげましょうか。また戻ってきます。そしたら今度はここのこれが逆テレコになりますね。1番目が上を通ってきたものを今度下に通してあげます。こうすることによって針のテンションっていうのが
こういう形でこっちは上に押さえつけようとしますし、こっちは下に押さえつけようとしますし、こういう形でテンションがかかって人が乗ってもまあ丈夫な、座面になるというような考え方です。途中で、こうまあペーパーコードが足りなくなります。足りなくなるところが上側に出てくると嫌なので、裏側で適当なところで結んでやろうかと思います。その結ぶときなんですけれども、ここの裏あたりで、まあ、ちょっとまた止めてやろうと思うので、このあたりで一回切ってやります。玉結びでこういうふうに結んでもらっても全然構いません。なんですけれども、まあ、裏もできるだけきれいに見せたいという方はこういうふうに切ってやって絡み合うようにして、でこれをですねボンドで留めてあげましょう。ぐるぐると巻いて、でですね、まあ、こういう洗濯バサミで留めておいてもいいですし、マスキングテープのようなもので乾くまで固定して、ちょっとコーヒーブレイクと、はい、ボンドが乾いたら、すごい頑丈にくっついてくれます。まあ、多少緩かったとしても、それぞれの弦がテンションかかって抑えてくれるので、そんなに、すぐに取れるということはまずはないと思います。はい、ではですね、ここまで来るのに結構時間がかかると思います。こっちの縦を編むっていうのはすごい、まあ、簡単にいけるんですけど、なかなかこうこっち方向っていうのはジグザグになって、この糸を今度手繰り寄せるっていうのがなかなか大変だと思います。で、まあ、最後の方に来たらさらにやりづらくなりますね。こういう形で自分の指が入りません。なのでそういう時には、まあ、こういうラジオペンチ、まあ、何でもいいんですけれども、中にあるものを引っ張り出せれば、問題ありません。でこういうふうに上に出すと、で最後ここの本数も、できたら帳尻を合わせてやったらいいです。ギュッギュッと詰めたりしたら寄りますん で、 でこれで編み上がりですね。であと裏面、まあ、裏面こっちは、まあ、すごいかなり適当にやったんですけれども、あとはですねこっちの方で引っ張ってどこでも構いません。まあ、基本、ちょっと長めに取ってここら辺で切る形にしましょうか。ちょっと長めに切ってやりましょう。で引っ張って最後は、まあ、結ばなくても大丈夫なんですけれども、どこかに、ちょっとくくりつけてやるような形にしましょう。テンションで十分持ちこたえてくれますんで。でテンションがもうかかってるんで、これですぐにほどけるということはありません。まあ、目立たなくしたい人はもう少し端っこの方でやってください。これで組み上がりですね。はい、もうすごいこう押しても乗っても、まあ、テンションが効いてるのですごい頑丈にできました。はい、ということでですね、こういう形で編み上がりました。セリアの、クラフトラックを使って、まあ、この枠フレームを作って、それを拡張していくというような形で自由に、組み替えることもできると思います。で、今回はこの爪研ぎにも、ハンモックにもなりますよというような形の、ペーパーコードの、紹介というふうにさせていただきました。100円ショップの、紙紐でも組めると思うんですけれども、実際にはこういうペーパーコードを、使うとより北欧の家具にもよく使われているような形で、見た目にもおしゃれです。こういう形のもので、作ってみるのもありかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、そのハンモック部分に関してはちょっと省略させていただいたんですけれども、で、まあ、一つの編み方の一例になります。いろんな編み方があるんですけれども、また興味のある方は、いろいろ調べてみてください。ということで今回も最後まで視聴ありがとうございました。